デネは、デンマークのボーンホルム島にある町、人口は13,730人。以前は、町だけで一つの基礎自治体を成したが、今は、ボーンホルム市の行政の中心である。天然の良好とバルト海における戦略的位置のため、二芯量で発展する傍ら、絶えず、ドイツとスウェーデンの影響にさらされてきた。丸石の石畳や外面真壁造りの家々、数々の博物館は今日、 デンマーク本土のみならずドイツ、スウェーデン、ポーランドから多くの観光客を引きつけている。レネは千年頃、自然港の周りの漁村として成立したと考えられている。1275年頃、現在のルネ教会の場所に聖ニコラウスを祀る教会が建立された。コミュニティには間もなく住民の中から町長を選び、議会と裁判所を設けられる。 市場長の地位が与えられた。しかし、14世紀に入ると、デンマーク王やルンド大司教、それに北ドイツの諸公までがこの街をめぐって争うようになった。ドイツ沿岸とスウェーデン沖のゴットランド島の中間という戦略的位置からドイツ人も大いに関心を示した。教会は1360年に増築され、レネ教区が設置された。貿易で栄えていたため、 15世紀初頭まで北ドイツのリューベック人から頻繁に略奪や焼き打ちにあった町内の古い家屋1525年デンマークが返済できない巨額の債務の担保としてドイツ人はボーンホルム島を支配下に入れた彼らは商人がレネで商売を始めることも認めたリューベック人は解散貿易の発展に貢献したが地元住民から重税を取り立てたこれに 住民は立ち上がり、リューベック人を島から追い出したが、他のドイツ人には残留を認めた。この結果、1576年にレネはデンマークに復帰した。しかし、この時までに、バルト海はその戦略的重要性をほとんど失っていた。漁業は衰退し、1619年と1655年の2度、伝染病に襲われ、回復までに数十年を要した。 1900年のレネシュガイズデンマークスウェーデン戦争の、さなかの1658年4月、ロスキレ条約でデンマークがボーンホルム島をスウェーデンに割上したことは、島にとってさらなる試練となった。しかし、同年12月に地元住民がスウェーデン人を追い出したため、その支配は短期間に終わった。1834年、町の中央広場に町役場ができた。 このレネとボーンホルム島の行政の中心には、裁判所と牢獄も併設されていた。1945年5月の空襲後の惨状、第二次世界大戦直後の1945年5月7日から8日、ドイツ軍の司令官が降伏を拒んだため、町はソビエト軍の爆撃を受けた。デンマークはすでに5月4日に解放されていたが、ソビエト軍が ボーンホルム島に侵入したのは5月9日であった。デンマーク当局と合意に達した1946年4月5日、ソ連はようやく撤退し、島は再びデンマークの主権下に入った。爆撃によって、レネの大部分の建物が被害を受け、市街地の再建や伝統的建築物、古風長色、外面真壁作りの家屋の修復には数年かかった。これに対して、 デンマーク本土やグリーンランド、フェロー諸島から寄せられた義援金は800万デンマーククローネに上り、スウェーデンも300件のマカベ家屋の修復を支援した。中世、デネの経済は、日清産業の発展で急速に成長した。しかし、16世紀後半に漁業が衰退の兆しを見せてからは、300年にわたって成長は止まったままだった。東業は今も続いており、 レネには50軒ものお店がある。しかし、地元経済にとって最も重要なのは観光で、観光客向けの有名な砂浜が数箇所ある。ボームホルムフリコ時計レネは、18世紀半ばから1900年頃まで製造されていたフリコ時計によっても知られる。時計作りは、1744年にイングランドを出港したオランダ船がレネ沖で座礁し、 住んでいた5個のホール時計が壊れてしまったことに橋を発する。船乗りたちは時計を直すことのできた地元の船番号、ポール追テセン・アーベの元を訪ねた。この経験から彼は自前で時計を作れるようになり、地元に新しい産業が生まれた。間もなく数軒の工房が作り始めたボーンホルム時計はよそのモデルよりも安いことから人気を集めた。19世紀初頭。 町内の時計工房は30件を数えた。1840年代には、毎年2000個を生産するまでになった。長年、木製や金属製の様々な時計が作られた。小型の振り子時計も、また、人気を博した。19世紀末に入ると、オートメーションの安価な時計が流入して、生産は終わりを迎えた。レネの伝統的な建築用式町は、趣ある丸石の石畳と、 低い新壁作りの家々が特徴的である。中でも落瀬通りとストーレ通りにはかつて商人や貴族が邸宅や取引所として所有した歴史ある住宅が抜きを連ねる。有名な建物としてボーンホルム博物館、防衛博物館、聖ニコライ教会、南部のスメデゴーズ乗馬学校、1880年に完成した灯台がある。ボーンホルム博物館では 旧石器時代から第二次世界大戦における占領を経験した現代までのレネ、およびボーンホルム島の歴史が展示されている。この島に関連する多くの青銅器、鉄器時代の資料を見ることができるが、島内で出土したミオルニル像はここではなく、デンマーク国立博物館に収蔵されている。ローマ時代の陶器、絵画などのコレクションがある。聖ニコライ教会聖ニコライ教会は、 特徴的な戦闘を有するコペンハーゲン教区の教会で1918年に改修され現在の姿になった13世紀の教会の上に混流されたため今でもその一部を見ることができるレネ防衛博物館は厚さ3.5メートルの防壁の内側に築かれた防浪にあるこの要塞は町の防衛のため1744年に作られたが 使われることは一度もなかった。大砲、剣、爆弾、軍服などの軍事資料が収められている。中央広場はかつて軍事パレードの会場となった。町の中心部には、レネ公共図書館やノルデアバンクのほか、昔の商人や貴族の倉庫や邸宅群が残っている。その中では、1806年に建てられ、現在は博物館になっている、エイリシセンスホール、 1846年に建てられ、現在は、陶磁器博物館に改装されている、新古典建築のコンマンダントゴールデン、ストーレ通り36番地に位置するアムトマンズゴールデンが挙げられる。レネで最も古い外面真壁作りの建物は、1624年のトールドボーデンという倉庫である。広場には、かつて、町役場と裁判所と監獄を兼ねた1834年地区の、 トルフスという建物が面している1823年にできたレネ劇場は今も使われている中では国内最古の公営劇場であるレンガ作りの建物としては1744年に当時閉鎖されたハンメルスフスのレンガを転用し兵として作られたセンダー通り12番地のホーベドバグ店が最も古い教会からそれほど遠くない海沿いに 八角形をした白い鉄製のレネ灯台がある。1880年に完成し、1989年にその役目を終えたレネコボーンホルム博物館に展示されているレネ駅の模型レネとデンマーク本土や諸外国とはフェリーで結ばれている。ボーンホルムフェリーの旧家やイースタッド、ザスニッツビン、ボルフェリーズのシフィノーイシチェビンがある。コッペンハーゲンから鉄道でイースタッドまで行き、 そこで高速総動線に乗り換える方法もある。場外になるが、ボーンホルム空港には、コッペンハーゲン便や、夏の臨時便が就航している。レネコに入港する、HSC ビルムクラウー線。ありがとうございます。